100年の孤独はガブリエル・ガルシア・マルケスの長編小説。初版は1967年に出版された。日本語版は1972年に新潮社から刊行された。ガルシア・マルケスの代表作品で世界各国でベストセラーになり、ラテンアメリカ文学ブームを巻き起こした。本作を主にガルシア・マルケスは1982年に、 ノーベル文学賞を受賞した。2002年、ノルウェーブッククラブによって、世界傑作文学100に選ばれている。1981年、日本の寺山修司により、上演。1982年、同じ寺山が映画化を進めたが、原作者と競争となって公開できず、解体及び原作クレジットの削除などの条件を、受諾して、寺山の死の後、 1984年になって公開された。したがって、現在は無関係な作品として扱われるが、ストーリーは共通している。ホセ・アルカディオ・ブエンディアとウルスライグアランを始祖とする、ブエンディア一族が、新機楼の村、マコンドを創設し、流星を迎えながらも、やがて滅亡するまでの100年間を舞台としている。コロンビアのリオアチャにあるコミュニティでは、 近い血縁での婚姻が続いたせいで、豚の尻尾が生えた、奇形児が生まれてしまった。それを見たウルスラは、性行為を拒否するが、そのことを馬鹿にされたため、ウルスラのまたいとこで、夫のホセアルカディオは彼女を馬鹿にした男を殺してしまう。しかし殺された男がホセとウルスラの前に、現れ続けたために、夫妻は故郷を離れて、ジャングルを放浪した末に、新しい住みか。 マコンドを開拓する。そして、ウルスラは、豚の尻尾が生まれないように、婚姻の相手は、血のつながりのない相手に限定するという家訓を残した。様々な人間模様や、右与曲折がありながら、マコンドは繁栄していったが、ウルスラが残した家訓は、現存の第二、おばとおいの恋愛結婚という形で破られ、マコンドは衰退と滅亡へと向かっていく。ありがとうございます。